まもなく三鷹行き最終列車発車します。待ってー、乗せてくれー。まったく、早く乗ってください。あざこよ。終電間に合ってよかった。待ってー、宗介ちょっと待って。乗りますか？うん。足元を気をつけて。ありがとう。ありがとうございます。よし、じゃあ最終列車間もなく。あ、シュー、出たよ。乗せなさいよ。もう発車時刻とっくに過ぎてるんですよ。次の電車もないんだから待ちなさいよ。まったく、早く乗ってください。席も確保できたわ。最終列車三鷹行き発車します。出発進行。帰ってシャワー浴びるのだる。このまま寝ちゃおうぜ。ん、なんかスピード速くない？何よこの音。まだ足らん。こんなスピードじゃ足らん。電車ってこんな速かったっけ？ちょっと速すぎんな。え？新幹線より速いよ。ちょっとおかしくないですか運転手さん。おい、聞いてるのかい。居眠り運転してるんじゃないでしょうね。まだだまだだまだだ。行け行け行け。わあ！このままだと脱線するわ。もう終わりよ。いけるいける、ついにこの時が。飛べえ、電車が飛んだ。嘘だろ。怖いよ。ありえない、これは夢よ。まるで銀河鉄道ね。皆様、おけがはございませんか？この電車は NASA と JR が極秘で開発しておりますリアル銀河鉄道でございます。リアル銀河鉄道。ここにいる皆様には試運転にご協力していただきました。勝手なことするんじゃないわよ。10分ほど飛行した後に元に戻りますのでご安心ください。ついにここまで来れたぞ。夢にまで見た銀河鉄道だ。うわー、マジで地球青。青のりかけすぎたたこ焼きみたいだな。宇宙広い。すごい。ちゃんと戻れるのかしら。順調だ。あとは着陸態勢に入るだけだ。運転手さん、前方から何か向かってきてませんか？ああ、確認済みだ。あれは一体、うん？宇宙人だ。そんなバカな。まずい、何か撃ってきた。うわ、何この匂い。皆さん、ただいま宇宙人に襲われております。え、宇宙人？またしょうもないことを。大間マルトに付き合ってる暇はないのよ。あれは何なのよ。宇宙人だ。どうしたらいいんだ。うわー、くっそー。こうなったら発電筒を。あれや、ダメだ。どうしたら。座席ぶん投げていい？やっちゃってください。あれや。何も聞いてない。釣り革でも食らえ。何も聞いてない。このままだと。宗介、離れちゃダメだよ。どっか行きなさい。ん、やばい、あいつら怒ってこっちに向かってきたぞ。奥に逃げよう。皆さん、こっちに行くよ。宗介。ああ、宗介。離せ。宗介。ああ、宗介ちょっと待って。お母さん待ってください。今は危険すぎます。宗介を助けなきゃ。後で必ず助けますから。宗介、必ず助けに行くからね。ママ宗介。どっか行ったみたいだね。おう、これからどうするのさ。宗介くんを取り返すために僕らで戦いましょう。宗介くんを助けたいみんなはいいねを押してくれ。危険すぎるわ。あの子は置いて私はもう帰りたいわ。わかったわよ、助けに行くわ。そうとなれば作戦を立てましょう。奴らは何に弱いんだ。あいつら何ぶつけても聞いてなかったぞ。うん、座席ぶつけても平然としてたもん。確かにそうですね。じゃあ勝ち目ないじゃないの。諦めるわよ。ちょっと待て。え、運転手さん、何かあるんですか？さっきの戦いの時、一瞬だけ奴らが弱ったんだ。いや、奴らはずっと変わってなかったですよ。そこのババア。誰がババアよ。さっきからずっとポテチ食べてたな。それが何っていうのさ。奴らにポテチの塩が付着したカバンを投げた時、一瞬嫌がっているように見えた。ってことは奴らの弱点は塩ってことですか？おそらくな。マジで塩なんか効くと思えないけどな。まあやってみるしかねえか。っていうことは私がポテチを使うってこと？はい、お願いします。お願いします。いやよ、安月給の私の贅沢を奪うんじゃないわよ。お願いします。
じゃあいいねの数だけポテチ買ってもらうわよ。ソウスケが助かるならいくらでも交渉成立よ。ありがとうございます。では早速やつらのアジトを探しましょう。はい。さっきやつらが襲ってきたのはこの辺りだ。いませんね。そういえばどうしました。今私たちは宇宙にいるのよね。はい。じゃあ無重力で息ができないはずじゃ。この電車は特殊な作りをしてるので酸素がなくなることはないですよ。でもこの電車から出たらどうなるのよ。それはソウスケはこの外に連れ去られたんですよ。ってことは、あ、そんな、くそ、残念ね。もう助けに行ったところで。でもソウスケに助けに行くって約束したんです。あ、子供との約束を破るような親にはなりたくありません。私は最後まで諦めたくないです。あの子を信じたいです。大丈夫だ。え、宇宙人たちも何か目的があってソウスケを連れ去ったんだ。そんな奴らが簡単に人を殺すとは思えん。どんな形であれ生きてるさ。はい、皆さんソウスケ君を信じましょう。うん、そうね、大丈夫よ皆さん。ん、未確認物体接近中。宇宙人ですか。みたいだな。お、まんま、ソウスケ、よかった、生きててよかった。うん、よかった。この子を返してほしければお前たちの住んでいる地球を私たちに渡すんだ。喋った、マジかよ。地球いただく。何言ってんだ、お前たちに地球を渡すわけないだろ。お前たちのせいで美しい地球がどんどん汚れていく。だからお前たちがいなくなればいい。ふざけるんじゃないわよ。あんたらに地球の何がわかるのよ。お前たちは地球を見たことがあるか。え、今日が初めてよ。私たちは何億年も前から地球を見てきた。美しい地球を知っている。あ、お前たちは無駄に自動車を走らせ、無駄にクーラーを使い、電気を使い、エネルギーを無駄にしすぎた。ゴミの量も異常だ。日本では年間約4000トン、東京ドーム115杯分のゴミを出している。あ、そんな。そのせいで地球はおかしくなっている。氷は溶け、海の水は増える。そのせいで生きられなくなった動物がどれほどいるか知ってるか。それが原因で異常気象が続き、災害をもたらす。気温が上がることにより病気だって増えてしまう。そして食べ物もなくなってしまう。お前らの傲慢からさらに地球を追い込んでいく。いずれ地球に人類が住めなくなるぞ。だから俺たちが地球をいただく。あの頃の澄み切った地球に私たちが戻すんだ。お前たちはいらない。僕たちが守る。ソウスケ、僕たちで地球を守るから。ご飯も残さない、電気もつけっぱなしにしないから。その程度で良くなるほど甘くはないぞ。でも僕たち一人一人の意識が変わるだけでも少しは食い止められると思います。ゴミを減らしたりします。私もエアコンの温度控える。俺もすぐ物捨てねえように大事にするわ。私も節電、ゴミの分別と地球に優しくするわ。綺麗事ばかり言うな。お前たちは信用できない。私たちが地球をいただくんだ。お前たちはここで消えてもらう。ああ、お前らポテチを。ああ、確かにそうだね、同じ仲間。その通りだな。地球も宇宙人が住んでる星もこの宇宙の一つに過ぎない。俺たちは仲間かもしれないな。仲間。じゃあみんな、ほら、え、仲直りなくしよう。あ、うん、だね、だな。仕方ないわね。よし、これからもよろしくな。よろしく。よろしくね。よろしくね。よろしく。よろしく。よろしく。え、見えてきた。もしかしてしょっぱ忘れててな。あれ、まあソウスケ君も救出できたし一件落着ですね。はい、ありがとうございました。ママ、ソウスケ無事でよかった。うん、さあ
俺たちの地球に帰ろう。うん、帰ったら大量のポテチを買ってもらうわよ。全部残さず食べてくださいよ。ゴミは減らさないとなんだよ。あ、まあ2個で勘弁してやるわ。わかりました。Shoes and heart.